はい、どうもキューピー48です。本日はですね、こちらディスティニーガンダムスペック2&ゼウスシルエットですね、こちらの方ですね、買えませんでしたというですね動画になりますと。はい、こちら発売日がですね、もうちょっと上の方かな、発売日がこちらですね、2024年11月の23日ということで、11月23日土曜日だったの で、私ですね、土曜日ちょっと用事がありましてですね、まあちょっとバーベキューの約束をですね、友達としていたので、まあバーベキューを楽しんでおりまして、23日はですね、はい、ということで、これちょっと買いに行けず、24日ですね、本日24日、日曜日なんですけれども、ガンダムベース東京ですね、抽選入店の枠が当選していたので、まあその日買えるだろうというふうにですね思っていたんですけれども、なんとですねなんだろうね、土曜日の23日土曜日の、20時の枠で、ラスト何個か7個だか9個だかで完売しましたというですねツイートを、まあツイートというか X のポストですねを、まあバーベキューから帰ってきてからですね見たんですよね。なぬとマジですかと思いまして、まあちょっとね半信半疑というか、まあ日曜日も今日日曜日もですね終日抽選入店だったので、これ当然抽選での入店なんだから抽選に当選した人の分ぐらいは確保してるもんだろうというふうにですね若干甘い予想をしていて、完売とは書いてあったんですけれども行ってみました、ガンダムベース。はい、まあちょっとあのバイクも乗りたかったんでね、バイクで行ったんですけれども、もうねあの土日は、インバウンド需要も高いので非常にあのダイバーシティお台場が混み合ってるんですよね。なんですけれども、まあ3時半の枠だったかな、私3時半の枠なので急いでもしょうがないので、まあ、普通に歩いて行きましたとね。でもうエレベーターでもそわそわしてましたけれども、いや本当に完売なのかな、もしかしたら当日分ってことで、まあ、2日間に分けて品出ししてくれてるのかなとか思いつつですね行ったんですけれども、まずですね驚いたのが、もう入り口のところにですね看板がございましたともうゼウスシルエットねえぞという看板がありまして、なのに終日抽選入店なんですよ。これは一体どういうことなのかな、ちょっとよくわからないんですけど、まあまあでもせっかく来たんだしと思って並びましたと、まあ並んだというか自分の番号ですね、自分の番号10番だったんですけれども、まあ、そちらの方で待機しておりました。まあ3分前ぐらいに僕行ったのかな、だからまあすぐに案内はされたんですけれども、あのガンダムベース東京のなんていうのかな、ガランドな状態、ちょっとショッキングでしたね、ものすごくびっくりしましたね。はい、あのもうなんかマジで何にもなかったですね。あ、もちろんあのガンプラが全然なかったってわけじゃなくて、例えばあのスケスケドムとかそういうのはあったんですよ。まあジオングとかですね、あとはクリアカラーのサザビーだとか、あのそういったところもあったりとか、あと MGK いくつかあったんですよね。はい、ウィングガンダムとかもあったかな。なので全然ガンプラがないってわけじゃないんですけど、いわゆる自分が欲しいガンプラが全くなかったんですよね。私今回初めてガンダムベースに行って何も買わずに帰るっていうですね行動を取らせていただきました。はい、なのであの購入券もですね、出入り口のスタッフの方にお返しして、でまあもうバイク乗って帰ったという形なんですけれども、まあ他にもねあのバイクで行きたいところもあったんで、ちょろちょろっと街乗りして、まあ家に帰ったんですけれども、いやまさか抽選入店の日に行って買えないっていうのがちょっとねあまりにもショッキングで、はい、なのでちょっとまあでも何もせんのもなんか寂しいなと思って、一応まあちょっと動画だけ撮っとこうかなと
ということで、まあこれ完全になんで、あのパニオジの愚痴の動画なんですけど、もうね、何なんですかね。私今回まあ今回っていうか先日ですね、プレミアムバンダイで発売されたデルタザインと、あと暁ですね、こちらの方のオプションパーツですね、これも欲しくて頑張ったんですけど全然買えなかったんですよね。17時半とか18時とか、まあ、20時とかに在庫復活たまにするので、それもチェックしてたんですけど、それでもダメでしたね。暁に関しては1回だけ予約するボタンが一瞬出たんですけど、もう押したらダメでしたね。あの在庫がありません表示になっちゃって手続き対象の商品はあの在庫が切れましたみたいなポップアップ出ちゃって、もうそれ以降全然ダメでしたね。はい、なので今月11月はね、もう本当に買えないんですよね。いや、まあ積みプラ崩しちゃいいだろうって話もあるんですけど、いやさすがにね、新商品が買えないのは結構きついなと。でこれ新商品のタイミングで買えないと、あとは再販での購入を検討しないといけないんですけど、これ再販でのね購入無理だと思うんですよね。なんでかっていうと、これゼウスシルエットってもともと結構大型キットなので、量販店の入荷数ってそんなに多くないみたいなんですよね。これ YouTube やってる方も買えなかった方いたみたいで、すごい状態ですよね。一応まあガンダムベース昨日の時点ではあったみたいなんで、まあガンダムベース東京自体はなんか3000個ぐらいあったんじゃないのみたいな、2500とか2000とか3000とかあったんじゃねえのみたいな話ではあるんですけど、まあそれでも1日しか持たないと。まあ多分このデスティニーガンダムスペック2っていうのがものすごい人気なんでしょうね。はい、これバラ売りしてくれたら、もしかしたらゼウスシルエットだけでもワンチャンあったのかなって気はするんですけどまあでもまあセットで売ってもらった方がね、ガンプラ初心者の私にとってもね、助かるので、まあこのあたりはいいのかなと思うんですけど、セット売りは全然問題ないかなと思うんですけどね。いや何せね、抽選入店の日に新商品がないっていうのがもうほんときついですね。いや、もちろんガンダムベースの案内の中に購入を約束するものではありませんというのがちゃんと明記されてるんですよ。だからこれ詐欺じゃねえかとかは全然思わないんですけど、とはいえね、ちょっとこの状況すげえなと思って、今月はねもうほんとデルタザインもダメだったし、暁のいわゆるオプションパーツもこのゼウスシルエットに接続できるパーツだとか、そのあたりもダメだったし、ガンプラの再販品もほとんど買えてないしってことで、かなりねちょっと10月が調子良かったんでね、11月のこのなんていうのかな、買えなさ加減っていうのがすげえしんどいなと思って、はい、もうなんか悲しくて悲しみの動画をですねちょっと作ってしまいました。はい、ということで、いやこれ欲しかったなマジで。いや購入できた方本当おめでとうございます。はい、7920円ですね。だから税抜きだと、7200円なのかな、うんですよね。いやこれ欲しかったな。まあシード系はねそこまで集めてはいないんですけど、でもやっぱねこのデスティニーかっこいいっすよね。あと大型キットってなんか魅力あるので、まあこれはちょっと買いたかったんですけどね。残念。しかも12月はね今度暁が来るじゃないですか。はい、なのでそれもねちょっとなんとか購入したいなと思うんですけどね。これも購入できるかどうかわかんないですね。まあちょっと今回の反省点を踏まえて、ちょっとガンダムベースの抽選申し込みのやり方考えなきゃなと思うんですけど、多分皆さん考えること同じだと思うので、そうなった時にね、そこの倍率上がっちゃって抽選枠漏れましたって言われると辛すぎるので、まあ保険はかけといた方がいいかなって気はするんですけど、まあ一般販売のものはもう発売日に並ぶしかないんですかね。
なんかもし皆さんの方で今後のそのガンプラ購入に向けた対策みたいなのがね、もしあればね、ぜひあのコメント欄とかで、まあ、共有したくない人はいるかもしれないんであれなんですけど、もしね、共有してもいいよって心の広い方いればですね、ぜひ、参考にさせていただきたいので、コメントで教えていただけると幸いでございます。はい、ということで、本日はですね、このデスティニーガンダムスペック2&ゼウスシルエット買えなかった悲しいのご報告動画でございました。はい、次はね、暁、これはなんとかゲットしたいなと思いますので、はい、そちらの結果の方もですね、ご報告できればなというふうに思っております。はい、ということで本日は悲しい動画でございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。